本日登場する舞姫はかつての孔雀の国の王女。何？白の女王の妹君だと？孔雀の国は古くから色欲の神と婚姻を結び繁栄を維持してきました。ですが白の女王が神宮へ嫁いだ後、神を惑わして国家に反旗を翻し、いまだに帰っては来ません。まさに災いのもとだよ。きっと色欲の神が約束を保護にしたのだ。姉様は優しい人よ。決してそんなことはしない。姉様、どうしてみんなは私と遊んでくれないの？なあ、見ろよ、あのヘンテコなオーバネ。ゲボンみたいだぞ。あっち行けよ、あれほどできない怪物め。私本当にお化けなの？セイ、泣かないで。あなたはいつか最も美しい孔雀になるのですから。はい、私の羽で編んだ羽衣よ、着てみて。白の女王が色欲の神を操り孔雀の国を攻撃させた。その償いとしてお前は庶民になり、お前の侍女たちも奴隷になる。長老、どうかお許しを。舞姫を集めましょう。あなた様の名で色欲の神に舞を捧げれば、神様がもう一度孔雀の国を守ってくださるに違いありません。ならばもう一度だけ機会をやろう。鍛錬の成果を楽しみにしているぞ。これよりセイの王女が舞姫たちを率い、長老の皆様に舞を捧げます。どうぞ。毒矢だ、逃げなさい。鳥籠から放たれたのは美しい鳥とは限らない猛毒を持つ猛禽かもしれないのよ。この時から私はもうただの聖ではなく、茨に咲くバラ、孔雀明王になれば全てをかけて色欲の神から国の栄光と姉様を取り戻してみせる。